はい、どうもこんにちは、スゴロクです。それではスプラトゥーン2実況プレイやっていこうと思います。今回は特別企画の実況動画となっております。ね、いつも仲良くさせてもらってるじっくりさん主催の秋の実況者特集杯開催でございますよっ。ね、あの夏に実況者対抗戦みたいなやつ参加させてもらったんですけど、今回またね、季節を変えて秋の実況者杯ということなんですが、今回はね、特殊杯という名前がついているんですけど、その名の通りルールが全て特殊ルールとなっております。普通の縄張りガチルールは一切ございません。で、ですね、4種類ぐらいやるのかな、4種類ぐらいやるんですけど、その説明の方がちょっと複雑なんで、説明、各ルールの説明の方は、じっくりさんの説明動画事前に出してもらっているので、そちらの方リンク貼っておくのでぜひご覧ください。簡単には、試合中にも説明いたします。で、今回もですね、参加者は全員実況者さんということで、名前の方もこちら概要欄の方にね載せておくので、それぞれの実況者さんの方の、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。よし、それではやっていきましょう。秋の実況者特殊杯、まず第1試合目は、これ前回もあったんですけど、分かりやすくサブとスペシャルのみの縄張りバトルとなっております。いきましょう。よいしょ、ナイス、いいね、みんな楽しそう。あ、インクレール乗れんかった。早速やらかしておる。ですね、僕はまあ相変わらず前回と一緒でね、カーリングボムとスーパー着地で来ております。で、まあね、クイボなんかに負けてらんないっすよ。ギアの方ちょっと考えてました。あぶね、音やられてる。まあサブ性能、サブ効率 1.3 をもちろんつけてきたんですけど、スペシャル性能アップ、あ、じゃない、サブ性能アップ、お、やった、これちょっと壊そっか。やばい、うーわ、クイボ出たよ、クイボトゥーン。そしてそれはレラさん、お、ナイス。そうですね、でスペシャルが使えるんで、スペシャルス、ゲージ、スペシャル、あれか、上昇率アップか、あ、正式名称忘れちゃった。スペシャルゲージが早く溜まるやつ 1.3 と、で、あとね、スペシャルじゃない、サブ性能アップもつけてきてます。これつけると、カーリングの進む距離が増えるんですよね。危ないな。よいしょ、こっち行こうか。ほい。これカーリングだけでやれないかな。よいしょ。やれないか。よいしょ。溜まった。いけるんじゃない？ナイスナイスナイス。いや、これいけるんじゃないか、この編成。危ない危ない危ない。よいしょ。ここでカーリング投げまくっといて、よいしょ。そう、スペシャルはね、クイボと違ってこれ塗りができるから、それでスペシャルも稼いでいこうっていう魂胆でございます。そんでもってたまったけど、進んで無理やりどっか行こうかな。進みます。よし、これもらったろ。ほい、ダメかい。よし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 、いいんじゃない、これ意外と、これいけるよ。で、こっち側ちょっかい出しとこう。で、これを壊しつつ、スプリンからすぐ壊せるのいいね。壁につけられるとやばいけど、待って、あれは逃げよう、あれは逃げまして、やべ、うー、逃げまして、こっちもちょっとちょっかい出しとこう。出して出して、はいはいはい、え、いいんじゃないのこれ。結構、待って、これさ、ジャンプ着地使えるんじゃない。よいしょ、いないか、さすがに、さすがにいないかな。よいしょ、ここ塗り稼げるでしょ。ぐーんといって、で、返して投げます。もう一発投げよう。で、ここの塗りも稼いで、よいしょ、そこの、あ、待って待って待って、あ、当たんないか、黄色、あ、微妙だな、ちょっと、味方、着地を使いたいところではあるが、さあどうなる。よいしょ、ほい、やべ、あ、これやばい、これやばい、くっそ、やばい、相手インクの上はちょっとまずいね。あ、でも売ってるね。どうしよう、投げて投げて、これ投げまくった方がいいな、塗りで勝ちたいからね。よいしょ、もう一発投げられるかな。ほい、よし、いいんじゃない、あの奥に見える、ほい。いや、今回自信あるよ、いいと思います、いいと思います。よし、これでかいでしょ。え、結構塗ったんじゃない俺。
ほら、ほら、すごくない？すごくない？線塗ったよ。スペシャル5回だし。いや、これは、ナイスです、自分。はい。2試合目、こちらからだいぶ特殊なルールとなっております。2試合目、3試合目は、的当てという遊びですね。まず最初1分は塗りなんで、説明しながらやっていきましょう。まずじっくりさんとルートを被らなくしたいな。こっちから行くようにしよう。よいしょ。まずどういうルールかというと、この指定エリア内、今僕とじっくりさんがいるこの狭いところなんですけど、ここで、筆的側の自分たちは2分間逃げ回ります。でそれをこの上のリッターの人たちが狙ってキル数を稼ぐ。でこっちは塗りのポイントを稼ぐといった具合ですね。で計算方法が、まあ、キル、チャー持ちはキル数 ×100 だったかながポイントになって、筆持ちはそのまま塗った面積がポイントになります。よいしょ。ギアもね、一応指定があるんですよね。忍者と、逆境と安全靴だったかな。よし。さあ、2分から試合開始でございます。これね、駆け引きがなかなか面白いんですよ。行きましょう。ナイス、スタート。さあどうなる。そう、このこれを塗り返さないといけないけど、それもそれで場所がバレるから、隠れに徹するのもあり。じっくりさん、ナイス。バレるの、そろそろ。動き回って、スペシャル溜まったらすぐ使おう。オッケー。スペシャルはこっちは何回でもオッケー。向こうは1回のみですね。これ爆発させそう。あ、やべ、爆発できなかった。やべ。さすがリッターの攻撃力。これ飛ばない方がいいんだよ。やばい、癖で飛んじゃうな。で、戻るときに塗るのが禁止ですね。それが塗りポイントになっちゃうんで。さあ、じっくりさん頑張って。スパジャンもありなんだけどね、本当は。まあしないよねっていう。よいしょ、あぶね。だから塗りつつ、キルされないように。まあ隠れてた方がね、明らかいいんだけどね。死なないから。おー、スピアないっすよ。よいしょ。あ、待って、雨か、やばい。どっちが使った？向こうが使ってるな。こっちにいよう、じゃあ。向こうがスペシャル使ってる間はダメね。スペシャルは使え、あ、じゃないや、メインで打つのは禁止なんですよね。よし。さあこれでちょっと幾分か時間を稼がないと。で爆発しよう、塗り稼げるから。そのタイミングでじっくりさん来る。これいいんじゃないか。練習の時ね、結構ボロボロだったんですよ、自分。5回ぐらい死んでたから。今んとこいい感じよ。あ、やばい、待ってね。そう、死ぬと一気にこっちの足場が減るから。よいしょ。で飛ばない方がいい、基本的に。飛ぶと着地を狙われる。よいしょ。よいしょ。はい。塗る。うわー、やばい。これをやらかした。累計4回ぐらい死んでるかな。やばいぞ。マップ特に分けてくる。まずじっくりさん、死んじゃった？やばい。ってことは、これ、最後死なない方がいいんだけど、これ、そうですね、得点の計算方法がちょっと複雑なんで、試合結果はちょっと今パッと見わかんないんで、後でテロップで出しておきます。自分もじっくりしたの2デスぐらいかな。相手のリッターの方が、あ、でも 4? あ、アシストついてんのか。よし。じゃあ今度はさっきの的と当ての役割が変わるんで、自分が、当て役ですね。よいしょ。何をするかって言ったら、今度はチャージャーですね。さっきの狙う側になります。で基本的に、ちょっと違うのが、まあ、サブはなしで、あと場所が基本的に動けないんですよね、始まったら。でスペシャルは試合中1回のみ OK です。ただ雨降らしが発動している間は、メインで打ってはいけない。よいしょ。じっくりさんはそこですね。場所が動けないから、いかに死角を潰せるかなんですよね、2人のポジションで。で自分がこっちに立ってるのは、こっちのね、壁の後ろのエリアの死角を潰すためです。じっくりさんの方と、あと最初向こうのあの中央の台の上にいたんですけど、そうするとね、ここに隠れられちゃってキル数が全然稼げないんですよね。細かいことを言うと、戻ってきている間の相手を倒すのは禁止。あと両方とも死んでる間は撃っちゃダメですね。よし、やりましょう。多分そこら辺にいるよね。 OK! いいね、幸先いいよ。あっちか。
ギリギリ届かない。あーっと今すごいもったいないことしたな。ちょっとこれじっくりさんに任せたいな。本当にないんで M 力が。あーギリチョン届くのかな。届かないよね。あやべ、お待って弾かれた。届くんだ、そこやばいな。ちょっと今やれたのにな。くそ、ギリチョンを狙いすぎてんだよな。あインクがないな。やばいな、まだ1キルしかしないんじゃないこっち。さあちょっと難しいなこれ。よしいいね。もう一人はじっくりさんアメフラシ使っている。自分もそっち使おう。 OK、 でこれじっくりさんの負担を減らせればこっち側がねほぼ終わるかな。終わった、よし。あくそ、むずい。そこ、あスフィアか。やばいな、スフィア相当稼いでるな。いやこっち待ってとこ。やばいな、車線隠しとかむずいってできないぞそんなこと。うわ惜しい。よし3キル。あ、待って、インクないじゃん。あの人こっちから来るかな。あ、欲しい。もうガバエム下を狙っちゃうのか。ほい下だな。ナイス、いいよじっくりさん。こっち来るでしょ。あーちょっと落ち着こう。待ってね。合わないな、やべ、インクがない。ほい、嘘、インクない。最後1キルぐらいしたいんだけどな。間違えた、これ2回使っちゃうな。自分の結果は3キル。最後残り5秒ぐらい無駄にしてしまった。自分は3キル、じっくりさん1キル。あ、向こうは5キルしてんなる池で。はい、先ほどの、的当ての結果なんですが、前半戦A チーム1558ポイント、B チーム1268ポイントで A チームの勝利でございます。くぅ、まあ、やっぱりね、相手の、累計6キルぐらいしたのかな。それがでかかったね。で、3試合目、自分が、当てをやった方ですね、チャージャーの試合結果は、累計ポイント A チーム1684、B チーム1547ポイントで、こちらも A チームの勝利になりました。くぅ、やばいなぁ。前半戦ここまでですね。なんで、1勝2敗。あと1試合でも落とせば、後半戦。1試合でも落とすと勝ちがなくなりますね。B チーム。いやー、くそ、惜しかった。いやー。いや、この結果にね、ちょっと、負けないように、後半戦も頑張っていこうと思います。それでは、また後半戦でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。